赤城の裏側にある村道3号線、何村の村道なのかちょっと分かんないんですけど、村道3号線を走っておりますということで、群馬からスタートという感じですね。で本日から3日間、シーケンシャルツーリングさせていただくということで、たっぷり走って楽しんでいきたいと思ってます。いきなり割とタフな道がスタートしてますけど、そんな感じで走っていきたいということで、デイ1、デイ2、デイ3という形で、走りたいと思ってます。そして今日はデイ1ということで、まずは本日の宿まで1日かけて楽しんで走っていきたいと思っておりますよということで、今週末の天気予報、晴れでございます。今年のですね、ナイルブクルーズは降水率ですね、確率じゃないな、降水率 0% ということで、年初の更新からですね、ずっと晴れのツーリングが続いておりますが、おそらく今週末も一回も雨に降られることなく晴れのツーリングでずっと行けるのかなと思ってます。なので初夏の気持ちのいいですね、ワインディングを思う存分楽しんで、皆さんに良い景色と良い道と、そしてまあ我々が勝手に楽しんでいる良い時間というものをですね、共有できればと思ってますので、ぜひ楽しんでこのシリーズも見ていただければと思います。はい、こちらで国道に出ますと、国道353号に出ました。これをしばらく登っていこうと思います。ちょうど通勤で山を下ってくる方が多く、山に登る人はいないので、我々のというか僕のいる方はクリアラップという感じで楽しんで走れておりますよという感じで、朝一からいい道走ってまんなというスタートになりましたが、ぜひぜひお楽しみください。では行ってみましょう。ナイレブンクルーズスタートです。どうぞ。まだこのねクソ早い朝は、見学はできないんですが、これですね、高山村の県立群馬天文台、はい、こちらはですね、坂道グループが好きな方にとっては聖地の一つとなってまして、日向坂46のシングルの MV の撮影地です。いらん情報ですよね、いらん情報なんですけど語りたかったので、あえて、この36号線を走ってみましたということで、
坂道グループが好きな方はですね、ぜひ10時ぐらいから空いてんのかな、見れると思うので見てみてください。僕は見ることができませんでしたが、まあまあ別に昼間見てもしょうがないということで前に進みたいと思います。はい、現在は国道の353号を北西かなに向かって走ってますと。で、まもなく県道の55号に、エスケープしてしまうので、もうあとちょっと3号さんを走りたいと思っております。はい、これで県道の55号に入りました。天然橋を渡り沢渡温泉の方へ向かっていくよという感じでしょうか。はい、ということで、県道55号日本ロマンティック街道っていう風に言われることもありますけれども走っておりますと、もうめちゃくちゃいいですね。新緑の中駆け抜けていく濃いブルーのポルシェみたいな、赤じゃなくてサーセンみたいな感じなんですけど、いや非常に気持ちの良い道ですということで、この55号線を国道の292にぶつかるまでずっと走破していくということで、この先呉坂峠があったりとかね、あのちょっと、タイトになるところもあるんですけれども、まあおおむね気持ちの良い道でございますよということで、気ままに走っていきたいと思います。外気温は20度、まだ8時ですけどだいぶ今日は暑そうですね。最高気温は多分25、6、7ぐらいあるんじゃないですかね。とはいえ道は最高やね。朝から全然いいよ、めっちゃいいよ。ということで、これからの3日間のツーリング、僕の話っぷりと道の走りっぷりで察することができた方は、いらっしゃらないと思うんですが、久々に帰ってまいりました。あのおなじみの3人のツーリングってやつなんですよ。白と青と僕の車みたいな、そこまで言うと大体登場人物分かると思うんですけど、その3人のツーリングが、明日明後日という形になっていて、本来であればですね今日デイゼロなんですよ。前泊宿までの移動日ということで、まあ今までのこの3人のねツーリングのパターンでも、デイゼロっていうのは高速走って、宿に着いて合流してみたいなところからスタートするわけなんですが、まあ、せっかくだったらということで、今回はデイゼロをデイワンとさせていただいてですね、僕がソロで走る時間を、作ろうというふうに思っております。とはいえ、今日のデイワンはですね、まあ、デイゼロ要素もある、まあ、宿に着く時間も決まってるしみたいなところもあって、まあ、通常のソロツーリングよりはですね緩くやっていこうという所存でございます。なので道も、まあ、割と険しくない感じで気持ちいい道、まあ、今回のツーリング全般的に気持ちいい道を選んだので、ほぼ気持ちいい道を走ってると思うんですけど、まあ、本日も気持ちいい道を中心に行こうじゃないかということで、この群馬のロマンティック街道という道をですね使いながらどん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 宿に下っていきたいと思います。宿は全然群馬じゃないですなのでなんでここ走ってんのよみたいな世界で、着いた宿をですね、ご覧になれば意味わからんわみたいな感じになると思うんですけど、僕の中ではですね、まあ、気持ちよく走って宿に着くならこういうルートだろうということで、ルーティングしているのでいいんです。それで、まあ、効率だけを考えればですね、あもうめちゃくちゃ生産性がないルートです。それはしょうがない。
ただまあ気持ちよく走れればいいよねということでやってますが、まあおなじみの攻め道ということでやってまいりました。まあ、あの呉坂峠に差し掛かるとですね、こうなるわけですよ。ただまあ林道だと思えば極上じゃんみたいな感じになるので、そういう気分で走っていけばいいんじゃないかなと思います。もちろんポルシェも全然走れる道ということで進んでいきましょう。道をベースに楽しんでるっていうところは属性一緒だったりするんで、昨日はなんか志賀高原というところを走ったよみたいなこと言ってたんで、多分それ29に走ったんだよねっていうことで、あの国道標高最高地点行ったんじゃないのみたいな話をしてたら、おおそういうの見たぞみたいな感じで、あの写真見せてくれて、あの渋峠の国道標高最高地点の写真が見れてですね、そうそうここだよと、めっちゃ景色良かったのみたいな話をしてめっちゃ盛り上がりました。なんかなんだろう、ロードトリップの最中に海外の方と話をする機会ってあんまないんですけど、なんかね今日はめちゃくちゃいいタイミングで盛り上がったなっていう感じで、朝っぱらから満喫してますね。楽しいですねロードトリップ本当に。ただなんかアップデートしたミラーレス一眼の調子が悪いっていうか、なんか不穏な動きをしまくってるので、そっちはちょっと若干ソニーにムカついてるんですけど、まあうまく対処しながらですね、ダメそうだったらデグレードしちゃった方がいいんだよな、なんか全然使い勝手悪いのよっていう感じで、まあそんな感じの、県道55号な日々という感じでございます。なので、この後292にぶち当たるまでは、降りていくよという感じで、もう完全にね、そのドイツ人のメリックさんかな、が通ってきた道を僕は今逆走してるわけなんですけど、そんな感じで一日進んでいきたいと思います。うん、楽しい。はい、ということで国道の292号線に合流しましたと。後ろ側行くと、のぞり湖ですね。のぞり湖もめちゃくちゃ綺麗なんでね、見に行きたいんですけど、今日はのぞり湖には行きません。
で、自分で線を引いといて何の道だかよく分かってないんですけど県道ではない。そして、林道っちゃ林道だけど、林道なのみたいな感じの道を走ってます。ただ、自分で書いたですねルートを見る限り正しい道を走ってますね、ということで、これ何なんだろうな道、この辺に出てるかもしれないですけど、そんな道を走ってます。ただ福音もあるし走りやすいいい道なんですよ。しょうがないとして綺麗だ。
はね比較的こう緩いなんつうんだろうまったりとしたルーティングで宿まで行こうと思っているので、こういういい景色が見れるっていうだけで十分です。まあ道も空いてるし、
できるので、とてもなんていうのかな、時間効率のつなんかこう良い、今の言葉でいうとこのタイパっていうんですか、それが良い、時間の使い方ができるお店なので、まあ、興味のある方は行ってみてはいかがでしょう。ただね、昼の3時までなんですよ、お店が。なので夕方に寄るとかはできないので、営業時間に関してはちょっと、ご注意ください。それを見ていただいた方が、よりちゃんとした時間にお店に行けると思うので、営業時間の確認だけはお忘れなくという感じですね。はい、ということで、スマゴイパノラマラインに入りました。これで、南の方へ降りていくよということで、今日はね、やっぱこういうちょっと軽症路っぽいところも、軽症路って言われるのか、こういう道いい道を走ろうということで、僕はこういう森の中みたいな道が大好きなんですけど、僕にとっては、軽症路。めちゃくちゃジャンプしたな今。大丈夫なんか本当に。ということで、この道大好きです。大好きなんですけど、なかなか走りに来るチャンスがないんですよね。で、この上に見えてるのがマンザハイウェイですね。なので割と上を走ってることの方が多いんじゃないかと思われるんですが、たまにはですね、こっちのスマゴイパノラマラインの方を走るというのも良いというか、クリアラップじゃないかみたいな感じの、まあそこら中にいい道はあるんですよ。で、路面もね、これ結構実は花粉溜まってるんですよね、なんだかんだ。なので何が起きるかっていうと、滑るんです意外とこうやって走っててコーナー入ってた時にタイヤのグリップが低いんですよね。なんか意外とぬるっとする。あとは気温がね、暑くなってきたんで、だいぶタイヤの表面温度も上がるんで、なんか全体的にグニョンとしてるというか、これは夏場用の適正空気圧に調整し直した方がいいのかなっていうぐらいくにょくにょしてますね。うわ、なんかすんげえ工事してそう。橋の下にクレーン吊り下げてんだろあれ。すごいなあれ。あのトラック倒れちゃったらどえらいことになるってやつですよね。現場猫案件が見えてしまうぐらいの凄まじいことやってたな。初めて見たかも。いや、おい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 って感じのすごいいい景色。これぞパノラマライン、最高だな。この辺はなんだろう、キャベツ畑。Nothing.
ルートに入りましたと。今までは南ルートだったのねということで、あんまり今まで意識してなかったですけど、北ルートです。とか言ってますが、こういう場所があるので周囲の環境